こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。こんにちは、大家兼不動産の広田です。こんにちは、ハウスコムの塚田でございます。引き続きですね、ちょっとハウスコムの塚田さんにちょっとお越しいただいてですね、もう本当に仲介会社さんの本音をですね、聞いていこうかなというふうに思ってましてですね、やっぱり大家さんの中でいち早くやっぱり入居決めてほしいというところでですね、仲介会社さんと仲良くしたいんだと、なんとか仲良くなって俺の物件決めてくれというふうに思ってるお客さんいっぱいいるんじゃないかなって思ってるんですけども、どうやったら仲良くできるのかなっていうふうに思っているんですけども、例えばですね、よくあのお土産を持ってった方がいいよみたいなことを言われるんですけど、実際どうなんでしょうかね。そうですね、あの一般的に見るとよくそのお菓子とかですね、ケーキとかカップラーメンとか、カップラーメンよく聞きますよ、はいはい、カップラーメンを持っていくといいみたいな、いらっしゃいますので、非常にありがたいなとは思います、はい、いろんな会社があってですね、会社的にあの一切そういったものはお気持ちだけいただきますよってところもあるので、それは仲介会社さんの考え方によってお野菜合わせていただくと一番いいと思うんですけど、営業のものは喜ぶと思います。これ一番何がいいですか、甘いものがいいのか、それからカップラーメンなのかもう甘いものいっぱいあるからしょっぱいもの欲しいよみたいな、何が一番効果的ですか。そうですね、気持ちするものが一番いいですか。気持ちするものですか。確かに、うちもあのお客様からあのいただくので、そうするとちょっとやっぱこう生を食べて早く食べなきゃみたいなところがちょっとあると気持ちするのが結構いい、いいかもしれないですね。気持ちです、ね。結構これぐらいの箱でケーキをパーッと持ってくる親さんがいらっしゃると、これをこう食べなきゃいけないじゃないですか。そうですね。なるほど。そうするとカップラーメンもあながち、まあ、悪くないと。そうですね。はい。もうちょっと手前に戻って、ね、はい、その仲介会社さんに大家さんが訪問する、まあ、営業をかけるっていうこと自身はどうなんですかね。仲介会社さんから見て、その、まあ、物件を決めるという意味でそのプラスに働くんかマイナスに働くんか、いや邪魔だよっていうのかね、いやウェルカムですよ、それはどうですかね。ウェルカムですね。よく未だにこのチラシを持ってくる大家さん多数いらっしゃるんですよね。空き家出たたびにですね、チラシをこう作って持ってきたりとか、写真を撮って持ってきてたりとか、すごくやっぱり熱意伝わりますので、やっぱり行った方がいいですかね。そうすると、大家さんもいろんな逆にご質問をいただきますので、そうするとこちらも会話になっていきますので、そうするといろんなお話ができてですね、そこでこう打ち解けたりとかしますので、非常にあの我々としてはありがたいです。大家さんって結構その敷居高いんかなっていう思いがあって、自分もそうだったんですよ。自分もあの親から賃貸物件引き継いだ時に何とか決めなきゃいけないってことで、もう中華会社さんの店舗の前に入ろうか、入る前に入ってなんか邪険に扱われたらどうしようみたいなところをドキドキしながらこう入っていったっていう記憶があるんですけど、もうそれも全然ウェルカムですよっていう感じですかね。逆にメールでこうバーンと来られるあの大家さんもいらっしゃるので、まあ、大阪市の大家さんそれで絶対構わないんですけど、直接あのお越しいただく大家さんとやっぱりこちらもお顔も思いますし、なんとなく親近感も湧きますね、すごいありがたいと思います。大家さんの中には行ったけど何を話せばいいんだろうみたいな心配される方いらっしゃるんですけど、何を話せばいいんですか。逆にですね、なぜ決まんないのかとかですね、それからどうやったら決まるのかとか、うちの物件がいいのか悪いのかっていう素朴なこう疑問とか質問を持っていらっしゃると思うんですね。それをそのままぶつけていただければいいと思います。家賃が高いかもしれないし、中があの綺麗じゃないかもしれないし、いろんなことがあると思いますので、やっぱり写真とかもやっぱ持ってた方がいいんです、あるとありがたいです。我々がその見たことある物件であればいいんですけど、当然そうですよね、全部が全部見てるわけでもないし、そうですね、するとやっぱりこう覚えてもらうっていう意味ではすごく効果的なのかなと思うんですけど、やっぱそうですかね、物件と大家さんの顔を覚えてもらうっていうと、すごく効果的だと思います。そうするとこう紹介もしてもらいやすくなるっていう感じですかね、やっぱりなんかこの大家さんの物件を埋めてあげたいなっていうような気持ちにはなります。これ行かない方が逆にもう損してるような気がしますね。逆に我々がその大体1ヶ月に1回ぐらいですね、訪問かけるケースもあるんですけど、大体そのあります、あるんですけど、電話で大家さんの、自治会の大家さんのところには、テレメンテスト、お電話でですね、空きありますかとか、相手の部屋に関しては今、他社さんの募集状況どうですかと、いろんなこの電話をして、聞いておりますので。逆にそれを聞いて、駅前に来た時に弊社に立ち寄るとかっていうような大家さんも中にはあるんです。
なんかその、まあ、行った方がいいっていうお話だったんですけど、はい、とは言ってもね、いいなとか、はい、こういう人は試すって結局なんかもう毎日のように来て、もう無駄話を時間時 間される方もいらっしゃるんじゃないかなって思ってるんですけど、お話好きの親さんって、はい、少なくはないと思います、はい、少なくはないですね、少なくはないと思います。ただ多いですか？多いですね。多いですね。多いですね。平均で1時間ぐらい話したことがありました、ね。まあ、それはそれでいいと思うんですけど、土日祝日はですね、大体仲介会社さんどこも忙しいと思いますので、なるべく平日のですね、午前中とかっていう方がお話は、まあ、せっかくお越しいただくんだら我々もお話ししたいので、はい、あのしやすいと思います。逆に言う狙い目としては平日の午前中の方が割といいんですね。はい、あの仲介会社さんの方も比較的余裕を持って対応していただけるっていう。はい、平日普通に仕事されていらっしゃる方は当然多いので、ご来店のお客様も、どちらかというと夕方とか午後に、平日の場合は集中されるケースが多いので、午前中の方が、はい、お話はあの受けると思います。なるほど。ちょっとサラリーマンの方は有給取ってもらって、有給取ってもらって、その方が絶対効果あると思いますよね。ね、やらない手はないし、それってなんか積み重なっていくとだんだん覚えてもらえばね、はい、そんなにいかなくてもね、はい、それこそメールとか電話でも済んじゃうかもしれないですよね。はい、最初はやっぱりちょっとね、はい、なんかこう来てもらった親さんで、はい、あこの人はすごいなというか、はい、この人決めたいなみたいな、はい、なんか印象深かったなんか親さんとかっていらっしゃいますか？そうですね、まあ、やっぱり多数足を運んでいただくということと、はい、やっぱりいろんな話を聞いていただいて、はい、それでじゃあそれをやってみようかなということで柔軟な、はい、あのお考えを持っていらっしゃる親さんのところは、はいはいはい、やはり我々もお客様にご紹介しててすごくやっぱり話が進みやすいというのもありますので、はい、柔軟さですね。柔軟さですね。柔軟さ、はい、柔軟さ、結構頭の固い親さんいるんじゃないかなって思ってますんで、やっぱり問い合わせ、はい、例えばその家賃の、ねはい、前の会に値切ってくる、はい、いらっしゃる時の、ね、その、はい、返答の速さなんかも関係ありますか？そうですね、ある程度こう、はい、即答しないと難しいですよね、はいはい、やっぱりそうですね、何日か考えていらっしゃるとそこまで持ってくるのにこういろんな話をしながらそこまでこう話を持ってきているのもある、はいはい、あるので、はい、なるべく早めのご回答いただくのがといっても親さん毎月のお家賃なので、うん、我々もいたずらにじゃあ、ひるがせるってことはなるべくないようにはしていきますけど、うんうんはい、でもねそれ問い合わせてくれたらやっぱり、はいまあ、極端なことを言うともうすぐ返事した方がいいですよね、はい、問い合わせされるときって、はい、もうお客さんここにいらっしゃってっていうシチュエーションですよね、はい、そうですね、はい、こんな感じでこう仲介会社さんといい関係性を築けばもう紹介してもらえますから、うんうん、行かない手はないっていう話ですよね、うん、ですね、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。